君の持っているバトルカードを下画面の光っているところに置いてくれると7枚まで登録できると登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。恐ろしい君の力だけが手に入った。頑張ってくれ。スーパーサイヤ人4の力を試してやる。このバトルでは7個は敵のリーダーを取る。仲間のリーダーを取る。敵のリーダーを取る。バトルアプリのチームプラミドワン。敵のリーダーを取る。アタックは赤いエリアで敵に攻撃。よし、作戦決定。仲間のリーダーを取る。仲間のリーダーを取る。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が成功だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。いやっボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。いやっボタンを押せ。トルインはスーパードラゴンボールゲット。君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。トルインはスーパードラゴンボールゲット。仲間のアビリティ発動。楽しみはこれから。赤いエリアで敵に攻撃。青いエリアでキルト回避だ。よし、さてバトルアプリ効果発動。仲間のアプリで敵を狙わりに攻撃。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。マインドブレイクモード突入。メインのマインドブレイク。究極電子玉を発動させるカードを枠の中に入れる。究極電子玉発動。究極電子玉大成功だ。デテミロン。スーパーサイヤ人4のバーガーカタリに勝利するなんて。